早見巨州、落北修学院村。修学院村は、かつて、京都府あたご群に存在した村である。1889年の町村制発足により、設置され、1931年4月1日、京都市佐京区に編入合併して消滅した。岩倉盆地の南、比叡山の再六から高野川に挟まれた区域を、中心とし、北は、あたご群岩倉村。 八瀬村、東は、滋賀県、南は、あたこ白川村、田中村、西は、高野川を挟んで、道郡、松ヶ崎村に囲まれており、京都市上京区に編入され、その後左京区新設に伴いこれに編入された。村の教育は、現在の左京区上、高野、修学院、山畑、一条寺各地区に、ほぼ相当する区域であった。村役場は、 大座修学院正治川原一番地一に置かれた。夏目漱石は、1892年7月9日には、正岡式と、1907年4月10日には、高浜巨子と共に、山畑の平八社屋を訪れている。1918年に道村に移り住んだ、早見漁州は、同年、日本が、落北修学院村を制作、同年に開催された第5回日本美術院に、 出品した。近世以来の山城国アタゴ群修学院村、一条、寺村、高野村は、町村正志向により修学院村の大技修学院、一条寺、高野として編成された。ありがとうございます。